はようございます。ようこそユリファー仮想通貨チャンネルへ、ひろみです。はい、今日はですね、バービットの方から日本の銀行口座から直接 USDT を買えるというサービスがありまして、多分私が考える中で一番コスパがいい日本円から仮想通貨を買う方法になるので、ぜひぜひその方法も皆さんとシェアしたいなと思います。はい、それではレッツゴー。まずトークンを買うには2つ、今までだと主に2つの手順があります。はい、1つ目、日本の仮想通貨の取引所を開設して、そこで何かしらのトークンを購入します。で、それを海外の自分のその購入したいトークンが販売している取引所に送ります。で、その送ったトークンを、大体のトークンってUSDT での購入になるので、日本の取引所ではUSDT が売っているところが私が知っている中ではないので、はい、まずビットコイン、イーサリアム、リップル、ポルカドットだったりっていう通貨を送金をして、それをまず USDT に変えるんですね。で、その変えた USDT で自分の買いたいトークンを買うっていうのが、一連の流れになります。で、はい、2つ目がクレジットカードで購入をするっていうことですね。はい、私も何度か試したことがあるんですけど、まず使えるクレジットカードがとっても少ないです。はい、全てのクレジットカードで購入できるのかなと私も思っていたんですけれども、経験上を本当に使えるクレジットカードは少ないです。はい、まず確実に言えるのが ANA 三井住友ビザカード、これは使えないです。で、跳ね返ってきた時のメッセージを見たところ、多分三井住友銀行系のカードは仮想通貨の購入にはできないんじゃないかなというメッセージの内容でした。はい、で、私もJAL のカードだったりとかいろいろ試したんですけど、結局ビッグカメラのビッグカメラのビザカードで切れました。はい、これはもう私の経験からですね。はい、使えたクレジットカードはそちらになります。はい、で、あとは限度額があるので、25万円から約50万円ぐらいでしかクレジットカードでは購入ができないですね。それ以上買ってしまうとロックがかかるので、はい、限度額、自分が買いたいトークンの数量が大きければ、ちょっとクレジットカードでは思うような金額、思うようなトークンの数量が買えないということになっています。はい、これが私の今までの長い経験からのお伝えできることです。はい、ということで一番私も日本円からその仮想通貨を買うときに何がコスパがいいんだろうって、まず送料が高い、送料というか送金手数料が高い、あと販売所なので、販売所のそのスプレッドが高いとか、本当にいろんなことがあるんですね。なのでいろんな日本の仮想通貨取引所でいくらです、いくらです、いくらですみたいな表示がされてると思うんですけど、その金額で買えることはなくてですね、そこにプラススプレッド料とかがかかってくるので、はい、ということをですね、ちょっとビットフライヤーの方でですね、見ていきたいなと思います。はい、で、はい、これがビットフライヤーの販売所の価格ですね。で、ここに取引所っていうのがあるんですけど、本当は取引所っていうのが一番手頃にはなるんですけど、見たところビットフライヤーではビットコインしかですね、取引所では販売がされていません。はい。で、ここが販売所になります。はい、ビットコイン、リップル、イーサリアム、ジェムとか、ポルカドットとかいろいろあります。で、まずここで、今ポルカドットが2521円と表示がされています。なんですけど、実際に買うってなった時には、これに200プラス200円ぐらいで考えた方がいいです。で、一番すごいのが、このイーサリアム。イーサリアムに関しては、プラス1万5000円ぐらいで、スプレッド料が取られて、
ているので、まあ、多分変動があるんですけど、私が前見た時は、まあ、約1万5000円ぐらいでした。なのでここの金額で買えると思ったら全然違くてですね、ここにプラス、まあ、何百円何千円何万円っていうお金がかかってきます。なのでそこの価格プラスのスプレッド料だったりとか送金手数料に関しては、はい、ということで送金手数料もめちゃくちゃ高いんですね。はい、でここのアルトコイン送金手数料って書いてあります。送付手数料か。はい、ちなみにこれイーサリアム 0.05 イーサリアムなんですけど、ちなみにこれが今、はい、日本円で約1998円ということなので、まず1回の送金でイーサリアムだと2000円ほどの送金手数料がかかります。で私前からすごくお伝えしていることが、ミニマムの数量を1回送ってそれが着金できていることが確認できたら2回目を送金してくださいっていうやり方をお伝えさせていただいてるんですけれども、まあ私のやり方を取るとすると少なくとも4000円ぐらいはですね、送金手数料でかかるんですね。はい。プラスそのスプレッド料なので、結構日本の取引所から、買いたいトークンまで買えるっていうその流れまでですね、すごいお金がかかるんですね。すごくもったいないなと。個人的にはすごく思っています。はい、はい、あと最近だとトラベルルールがスタートしたりとかで、相手先のその住所だったり氏名だったりとかいうのも記載しなきゃいけなかったりとか、いろんな、もう特に最近はですねルールが厳しくなってきていてですね、はい、もうなんか買いたいトークンあるんだけどちょっとめんどくさいなとか思ってる方本当にいると思うんですけど、はい、ということでバイビットのですね、こんなサービスあるのっていう感じなんですけれども、はい、まず暗号資産の購入というところの今すぐ購入というところをクリックしてみます。はい、そうするとここに e チェックっていうのがあるんですね。はい、ここが日本の持っている口座から送金をして USDT が買えるというサービスになります。はい、ということでめちゃくちゃ楽ですよね。送金手数料もかからないですし、まあ、日本の取引所開設することもないですし、特にそのトラベルルールすることもないですし、はい、というので本当に多分一番コスパがいいんじゃないかなと個人的には思っています。はい、で、まあ、例えばここからはですねやり方をご説明していきます。はい、はい、まず買いたい購入金額日本円1万円 USDT、 受け取りは USDT ですね。はい、で、こういった感じで、まあ、今1ドル USDT 128円ですっていうことで、着金予定が何 USDT になりますっていうのが出てきます。はい、でここで単価が128円ってなると、今の相場が、はい、今がですねドル円で約 123.7 円ぐらいなんですね。なので、まあ、5円ほど高くはなるんですけれども、日本の取引口座を開設しなくてよかったり、送金手数料もかからないですし、あとスプレッド料も取られないので、はっきり言ってこっちの方がコスパがいいんじゃないかなと思っています。はい、まあ、私の今までの経験上ですね。はい、で続ける。はい、でここにメールアドレス入力します。はい、でメールをチェックしましょう。はい、といった感じで、こういう感じでメールが届きます。で本人確認画面ということで、はい、ここクリックします。でここに電話番号入れます。で送信でピンコード入力します。はい、ということで初回の KYC 認証少し時間がかかります。はい、なので何事も時間に余裕を持って、はい、ぜひ行ってください。はい、で初回だけバイビットの KYC 認証レベル1ですねを
を通過していたとしてもですね、 e チェックを初めて利用する方はですね、この独自の KYC 認証を初回だけですね、かかってしまうので、ぜひ初回の方はちょっと時間に余裕を持って行ってください。はい、ということでですね、はい、それが終わるとこのようなページになります。はい、でここの決済ページへというところをですねクリックします。はい、次にですねこの決済ページに飛びます。はい、決済を確認してくださいということですね。はい、ここで確認をして金額が間違いがないことを確認します。でですね、はい、ということで最後に銀行振込決済予約完了ということでこちらの画面が出てきます。はい、でこちらの振込情報先にですね、自分の日本の銀行からですねお金を送金して、それで完了となります。はい、とっても簡単です。通常の振込と同じですね。はい、でただただ気をつけていただきたいのが、まず振込先の銀行の番号だったり、口座名義人だったりっていうのを絶対に間違えないでください。あと振込人 ID というのがあります。こちらもですね絶対メモをして間違えないようにしてください。こちらが私から振り込みましたよって分かるものになるので、メモを取って忘れないようにしてください。もしあれだったらなんか写真とか撮ってそれを見比べながら、まあ、ATM とかでやる方はですね、そういうので見ていただけると一番いいんじゃないかなと思います。ということで今回は私が今思うですね、日本円でですねトークンを買う方法をですね今回この動画でシェアをさせていただきました。いかがだったでしょうか。はい、トラベルルールがスタートしたりですとか、まあ、日本の取引所ですだとレートが悪かったり、送金手数料がかかったり、スプレッド料金がかかったりとか、本当にいろんなことがあるんですけれども、このバイビットから出てるですね e チェックというサービスは本当に画期的だなと思っています。はい、なのでですねぜひぜひ初めて仮想通貨を買われる方もですね、これからまた日本円でトークンを買い足していきたい方ですね、ぜひぜひこの方法を試してみてください。はい、まあ、個人的にはですね今まで本当に長年携わってきたんですけれども、この方法が多分一番コスパがよく手頃で簡単じゃないかなと思っています。はい、ということで、はい、皆様いつもコメントやいいねボタンありがとうございます。本当に励みになっています。とっても嬉しくてですね、はい、ツイッターの方とかでもメッセージいつも皆様ありがとうございます。はい、これからも頑張っていきますので、ぜひぜひこれからもですねよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。